はい、ということで、続きでやっていきましょうかね。スーパーマリオワールド実況、皆さんお久しぶりでございます。先ほど、バトルドッジボールを2時間収録して、その後に、スーパーマリオ、あ、スーパーマリオじゃない、スーパーボンバーマン3の、ストーリーモードクリアした直後でございます。ってことで3月20日ですねはい、よろしくお願いします。やっていきましょう、スーパーマリオワールド実況続き。マリオ A13、 あ、13もクリアしたんだ。そういえば前回何言ったんだっけな。あ、そっか、下のここ秘密コース1っていうのをなんかやろうみたいな話してたような、してなかったような。まあ、とりあえずやっていきましょうかね。はい、裏道でヨシオをゲットで、左のキノコを2つゲット中、まあ、2つもゲットしなくていいんだけど、で一応羽をゲットして、この状態でもう、まあ俺の中ではフル装備って呼んでんだけど、これで秘密のコース1を、鍵ゴールと通常ゴール、まあ、両方やっていこうか。ぶっちゃけ忘れてます。だから通常ルートを先やろうか。これ上行けないか。いや、懐かしいな。ファイヤー。ファイヤーいるかな？まあいいか。で、中入って、これ確か上なんもないんだよな。上なんか一気アップとかそういう系しかなかったような気がしたんで、さあ、こっち行って、左、あ、左じゃねえ、右か。左は、左が確かね、あれなんですよ。おいおい。あ、よしお。よしおよ。にょんぺ！あれ？ここ。あれ？あー、もうクラッシュ。あ、ごめん、鍵ゴールやっちゃった。やった。余裕。鍵ゴールしちゃったな。下手くそすぎて、めちゃくちゃ当たって。ということで、裏道行きましょうかね。フル装備にして。はい、よし、ゲッチュの、ゲッチュできませんでした。キノコ、次は右2つで、ファイヤーゲットしようか。オッケー。これで、行きましょうかね。なんだかんだでもう、3月20日だけど、まだスーパーマリオワールドの実況上げてないんだよね。あれ、パート1っていうか、1日目の収録、いつ撮ったっけなちょっと忘れちゃったな。いつ撮ったっけな、あれ。上から行こう。短縮じゃ。3月中に撮ったっけな、スーパーマリオワールドの実況。どうだったっけな、覚えてないもんやな。でも3月最初の方、5日とかかな、もっと前だったかな、そんくらいに撮ったような。2月の下旬か。それでまだね、エンコード、編集エンコードしてないんだよね。あ、ここにあれ、俺コイン全部ゲットするって言ったっけ。そういえば俺今までコイン全部ゲットしたっけ。あれ、どうだったっけ。結局ゲットしないっていう話になったんだっけ。あ、やばい、ちょっと忘れてる。あれ、どうだったっけ。いいか、いいか、コインに関してめんどくせえな。めんどくせえわ。普通に、全面クリアする。これでいいんじゃないですか。うん、数字を95だっけ ?96 だっけにする。これをひとまずの目標にしましょう。うん。で、右下の隠れ屋敷の前に、
ドーナツ編やコースさん行きましょう。懐かしい。これ緑のがビックリのところに羽が、羽っていうかマントね。で、青いの置くと空を飛ぶことができる。はい、バカ。クソですわ。そのミスはないわ。ワンポイントアドバイス。L ボタン、R ボタンを押すと画面を左、右にずらせます。ちょっと先の方を見たりできますよ。まあ、これな。ぶっちゃけ原作のスーパーマリオワールドで使う必要ねえからな。いらねえんだよな。ビップマリオだったら必要だけど、改造マリオだと必要だけど、普通の原作だと全くもっていらない機能だからな、これ。なくても普通にクリアできちゃうから。ジャンプ。ジャンプ。ここは入っても入らなくてもどっちでもいいから。あー、お遊びか。あー、ミスった。キャップ無理。にょん。もう全然叩けないよ、ブロック。危ない。よいしょ。29。いや、今いらないんだけど、これあるとちょっと時間かかっちゃうから。本当はね、コインゲットしてやっと全クリってやつなんだけど、なんか噂で聞くと、俺やってないけど、スーパーマリオアドバンス4の方のさ、スーパーマリオワールド？あ、4じゃないか、2か。スーパーマリオアドバンス2の方のやつだと、なんか、コインをゲットするとなんかいいことあるらしいじゃん？でも、これにはないからさ、いいよね。確かなかったはずなんだよ。あったかな？あったらどうしよう。まあ、ないっていうことを信じましょう。めっちゃ飛ぶでしょ。で、ここでスターを取るんですよ。取っちゃえばもう100人力ですよ。はい、クリア。マントがあればね、クリアできちゃうからね、基本ね。あんまマントでね、短縮したりとかはしないようにしますけども。余裕やね。ということで、ドーナツヘイヤー、白行きましょう。録画してまだ8分くらい。いやん！いや、こんなんいたか。こんな序盤にいたか。覚えてないものやな。うわ、キノコが迫ってくる。おーい。ほい、ほい、ほーい、ほい、ほーい、ほい、ほい、ほーい。怖い怖い怖い。カロンが怖すぎて。危ない危ない。もう挟まれるとこだった。いや、マントいらないから。飛べちゃうっていうね。余裕で飛べちゃう。はい。さだまさし。オッケー。マントで倒す。これ新しいさ、ニュースーパーマリオブラザーズ U の方、これマントないから倒せないのよね。マントあればいいんですけどね。よいしょ。余裕。こいつも余裕だぜ。一発、2発、3発。やったぜ、終了のお知らせだぜ。イエフー、余裕ですね。やりました。まあ、こういう風にね、倒せばね、いいんですよ。余裕ですよ、と。さあ、2面目、クリア。さあ、続いてどうしよっかな。隠れ屋敷行くか。ステージ3に行く前に隠れ屋敷クリアして、隠れ屋敷も確かボス攻略と鍵ゴールあったっけな。確かで、ね、別ゴールがあったはずなんですよ。
あ、今、文章読んでなかった。まあ、皆さん読んで。皆さん読んでください。そういうのはあんまり俺気にしない方なんで。いや、そこ良くないね。自分の喋りのせいで、文章を読むの。唯一文章出るのにな、ここ。やっちゃいましたわ。さあ、隠れ屋敷。隠れ屋敷ってどんなんだったっけな。覚えてないのよね。怖すぎて。これは。これいつ使うんだ。あれか。でっかいテレサを避けるためのマン、やつか。どうでもよかった。俺マントだから。で、完全にこの5枚のあのコイン、これ絶対罠っていうかなんかあるよね。さあ、何ですか？この世界のあちこちに、スターの島への入り口があるらしい。5つの入り口を全て開くとマップを行き来するのにとても便利です。まあ、スペシャルステージだね。簡単に言えばね。で、あ、なんか上にあるな。まあ、そんなことはどうでもいい。はい。で、扉現れたので入りましょう。そう、これが通常ゴール。これが通常ゴールなんですよ。で、隠れ屋敷の、隠しゴール。なんかボスみたいなやつが、テレサみたいなやつが、確かいたはずなんだけど、ボステレサか。それを、に挑むには、今のとちょっとね、やり方違うんですけど、よいしょ、よいしょ。ダメだ。はい、でっかいテレサはね、スピンジャンプで、一応ね、跳ねることができます。スピンジャンプって本当にこのゲームの醍醐味というか、重要な技ですよね。基本操作だけど大事。で、左のね、扉はね、ほんとどうでも、なんでもないから。で、こうやってって、ブロック出てきました。真ん中叩いて、パックン出ますんで、上登って、ここにまた水色のやつがいる。いるっていうか、扉があると。で、テレサがいますので、下にある、これで、ピカピカ光ってるブロックで、ぶっ倒すと。お疲れ様でーす。で、これ、テレサに当たっちゃダメなんだけど、このでっかいテレサにはね、当たってもいいんだよね。ほら、ね。はい、ということで、余裕ってことで、3発当てればクリアと。あのでっかいテレサにもね、当たり判定あったらさ、ちょっとは難しいとは思うんだけど。はい、ということで、スターロード。ここのスターロードに入ると、さあ、ここに来ました。まあ、ここからスペシャルステージなんだけど、ネイティブスターコース版っていうのがあるんだけど、まあ、今は、まだいいでしょう。うん。順番追ってやっていきましょうね。ということで、ここの土管入りましょう。そうすると、右にね、クッパの城あるんだけど、これがね、ラスボスのところ。でも、ここは、今いるドーナツケーキが秘密のコースに、これは一応2面扱いにはなる。ちょっとここだけね、なんか、分かれてるっていうか、なんか不思議なんだよね。何なんだろうね、これね。なんでこんなところに面を配置したんだろうか。面白いよね。はい。あ、これ。これね、十字キーでね、押すことによってね、コインがね、ドゥワワワワって増えていくっていう。で、状態で、なんかスイッチ、P スイッチを押すと、なんかコイン自体が足場になってみたいな、そういうギミックもなきにしもあらずですからね。ちょっと口で説明すると分かりにくいね。ごめんなさい。まあ、とりあえずみんなに分かってほしいのは、スーパーマリオは面白いよっちゅう話ですよ。そう、 P 袋をゲットすることによって、 P 袋って風船か。風船だな。そうで、一応これ、公式なのかな、風船マリオって言われる。でも途中でね、風船の効果切れて、
そのまま落ちちゃうことがあるので、気をつけてください。さあ、1、2、3、4、5、6、7、お疲れ様です。ということでゴール、ありがとうございます。ということで、ドーナツヘイヤ秘密のコース2クリア。ちょうど200で、かける500で1万ポイント獲得、ありがとうございます。はい、ここのコースクリア。はい、土管入りましょう、右の。そうするとここを戻れると。で、これ下にはね、下戻れんの？あ、戻れんのか。まあまあまあ、そんなことはどうでもいい。じゃあ続いてワールド3行きましょう。3面バニラドーム、ここが3面の舞台でございます。コース1、レッツゴー。見てくれてありがとうございました。グッドボタンかバッドボタン、どちらか押してください。チャンネル登録よろしくね。通知ボタンもお願いします。